父ちゃんは残ってんのに俺らはとっととこの葉隠れに。木陰たちは大貫様のお葬式があるんだし、私たちはあくまで部外者だもん。ああ、美月も別の車両に押し込められちまったし。まだゆっくり話せてないのにな。まずいて勝手にやら。ああ、帰ったら俺たちも萌木先生に大目玉だよな。ああ、やだやだ。ま、でも帰んないわけにはいかないよね。勘弁してほしいよ。ああ、久々のこの花スイーツが恋しいよ。食べずばらなんですけど。ちょちょ、俺の弁当もやるよ。うやだ。もう少し何かをしてやれればよかったのかもしれん。そんなことないだに。そっか。ああ、それにこと、そのためには里の若い連中を育てていかなきゃならない。だが今回のことで失った信頼を取り戻すためには少なからず。それほどあの御神の残したものが大きかったということだろう。もう強い忍びになってみせますから。三代目様の意志は俺たちには。せか、心配したと声かけて。まあ心配したんだから、美月には独房に入ってもらったよ。ま、本来ボルトとサラダの処分は。あいつらは仲間を。なると、もう戻ってきたんだね。あれ、お前たちは里抜けの罪を犯した。当然の処置ってやつだ。美月の事情聴取、まだ終わらないのか。うん。待て、額当てを置いていってもらう。じゃあ、構えたところで、黒幕にまではたどり着けない。だからたった一人を巻き込むことになってしまいました。お前の働きで最悪の事態が。すみません、僕は里を出る前に自分と同じ存在に出会える喜び、本当の仲間に会えるという好奇心に。絵のため、里のため、それだけが理由じゃなかったのかもしれない。らしくねえな。また一からやり直せばいいだろ。あんた分かってれるってのか。木の葉だけじゃなく岩隠れも混乱させた責任を。自分から里を出ていくことだって。ま、バカなことあるわけ。私たち今回のことで学んだよ。サラダ、美月は大丈夫だ。違う、あいつの居場所はここにある。美月と。ガラガラ。ありってことだ。もともと俺とお前の契約はそういう約束と話せて。まさかビビってんじゃねえだろうな。ごちゃごちゃ。あいつがどんなことを考えてたとしても、美月は美月だ。へだけど世話になったぜ。へぇ、せいせいするわ。シャーマゾーが人を信じるバカな人間もいるんだな。もしかしたらあいつも。あばよボルト、せいぜい達者でな。ああ、そっか、ガラガとはもう会えねえんだな。起きてよボルト。サラダ、お前なんでここに。美月ならもうここを出たよ。今どこに。一人で里から。そんなわけねえ。とにかく美月を見つけに行こうぜ。たちが望むかどうかもわからないし、ただの僕の自己満足なのかもしれない。こうするんだ関江、僕は僕のいるべき場所に。美月、せめて君に謝らなくちゃならない。あの時クーが言ったように、自分の意志の在りかがどこにあるのか、それは本当に君と。僕は自分のために身勝手な行動をしたんだ。僕にはもう君のそばに居続ける資格なんてないのかも。そんな面がある、そう言ってたろ。
それって自分が何を感動を救おうとした意志も自分を知りたいと思った意志もきっとどっちも美月のこと分かったつもりになってたからな。独りよがりはお互い様だぜ。道理じゃねえ今までよりももっと固い意志でこれからもよろしくな美月。うん、だよ私たち3人で第7班だもんね。お前今それ言うなよな。一人の忍様の相手と出会い別れ、時には一人で悩み迷う思春期のようなものよ。そう言ってしまうとなんだか拍子抜けですね。やらなかったそうです。作られを生み見事証拠隠滅というわけね。ですが一体何者が。こうして三人で発生した現体制に不満を持つ不穏分子による反乱騒動は最中、三代目土影大野騎士が老衰でご逝去されたという。あれはどうしたのボルト。ならダメ。あいつらの監督責任は俺にあります。お願いします。あいつらにもう一度チャンスを。今回はいろいろ世話になったな。本来は頭を下げるくらいで済むようなことではない。美月、それを言いたいのだが。いや、それが今は。よくでも君たちを忍びとして歓迎するとな。え？したり受け継いでいるようだな。突撃を刺されちゃ無視するわけにもいかないな。じゃあ